どうもなんとか塾です。よろしくお願いします。お願いします。本日の動画なんですが、こちらの機械の製造現場にお伺いしております。はい。なんすかこれ。この機械、何かわからんでしょう。わからんです。ちょっと行きましょう。あ、行きます。はい。もういきなり。到着しました。はい。徒歩3時間ぐらいですかね。6時間ぐらいですか。6時間ぐらいですか。現場の方を案内していただく方呼んでおりますので、はい、はい、ちょっと呼びたいと思います。岡村さんです。よろしくお願いします。日清機構の岡村です。よろしくお願いいたします。お願いします。日清機構の岡村さん、今日の現場の案内役ということで、はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしく。では早速、はい、行きたいと思います。はい、はい、はい、というわけでとんこつくん、はい、なんかすごいところ来てますけど、こう橋の下っすね。橋の下っすよね、はい、初めて来たこんなところで、今から、岡村さんにちょっとご説明をいただこうかなと思います。はい、お願いします。この工事の概要なんですけど、橋、これが上が道路ですね。あ、もうこの上道路ですね。はい、道路です。見ていただくと、あれがアバットと言われるもので、その上にポンと乗ってるだけなんですね。あ、なるほど。地震で揺れてしまうとずれてドンと落ちてしまう。これが落下してしまうってことがある。そういうことです。へえ。それを防止するために橋台とこれをチェーンでつないで、揺れてもチェーンがドンと伸びて、そこからもずれない。へえ。ってことは落ちない、はい、ための工事です。すごい、そんなことができるんですね。はい。それでうちの担当は、この穴6箇所。あ、もうこれはすでに開いてるやつで、もう売りが成功しました。じゃあ早速それ見せてもらいましょうか。そうですね。とんこつくん、こんな現場来たことないでしょ。ないですよ。我々もう工場育ちやから、外に出ることないですからね。外ならもやしっこですからね。あ、なんか動き出した。なんか動き出したよ。こっちから開けるんで、水はこっちに入れます。こっちは危ない。なんか今日フレームがついてて、人の手で一応機械を保持してこう練習させてるみたいな。バッドリルに見えますけど。どうですか？水の力ってすごいですね。ね、この厚みですよ。この厚みのコンクリートを抜いてるんですよ。これなかなかですよね。ウォーターリフトの利点というのは、鉄筋がいっぱいここには入ってるんですけど、はい、それを一切傷つけることがない。コンクリートだけ？コンクリートだけを取り除く。橋っていうのは PC 光線っていうので、グッとこう締め付けてるんですよね。もし、なるほど、あれと一緒のコアドルで開けてしまうと、それも切ってしまう。あ、そうすると橋の強度が極端に落ちる、はいはい、ということでウォーターが採用されることが多いです。とんこつさん、すごい。コンクリート固める前にワイヤーで強度出してたとか知ってました？知ってはいましたけど。そう、本当に。いや、だってそのよくあるじゃないですか、網みたいなやつ、はいはいはい、は知ってましたけど。あ、でもあれ入れるだけじゃないですか。そう、入れるだけ。橋の場合はまずそれを引っ張って強度出して締め付けて、締め付けて、で今回ウォータージェットなら大丈夫ということで。へー。ちょうどここになんか金属のワイヤーみたいなのがあるんですけど、これは残ってると。そう、残ってる。全然傷ついてない。結構ゴムとのワイヤー。そうですね。なんか思ってたの全然違う、うん、見たことあんの、ほんまに1ミリ、まあ、2ミリ、3ミリぐらい。10ミリ、20ミリ、うん、水の力マジすごいな。はい、というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。なかなか想像していた現場と違いましたね。全然違いましたね。橋の下やって聞いてたから、はいはい、歩いていける河川敷のあの橋の下かなって思ったら、そう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 、こんな感じで
足場がね結構高めに高めに設定されてて頭かがまんとこう入られへんみたいなね。現場大変やなと思いましたね。大変ですね、はい、これが何やら来た時謎の物体があると思ったんですけど、はいはい、これ処理槽、処理槽現場にいただいた黄色い吸引車ですね、はいはい、あの中で水排水を回収しまして、その中のタンクのものをここに吐き出します、はい、それがまだ未処理の汚水です。コンクリートっていうのはアルカリなんで、アルカリ性の水になってしまってます。それをそのまま排水するわけにはいかないので、汚物を取って中和処理をした、ほぼ清水に近いものを自然に返すと。ウォータージェットでバーッと加工して、はい、その水を川に垂れ流すわけじゃなくて、ここに一旦溜めて処理して、はい、から返すっていう。そうです。なるほどなるほど。まあ、不純物とかいっぱい入ってますもんね。そうですね。というわけで、我々は製造現場の方に行きたいと思いますので、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、どういう機械か分かりましたか？分かりました。すごいですね。すごいでしょ。水の力を使ってコンクリートに穴を開ける機械やったと、うん、現場の方はね、現場の方はそうやったんですが、まあ、いろんなノズルを交換することによってコンクリートに穴を開けることもできるし、コンクリートを剥がすこともできるし、コンクリートを切ることもできると。で、まあ、いろいろ使い勝手があるらしいんですが、さっき現場に行った時に、分からんかったでしょ。場所がね、あんなとことか分からなかったんで。現場感はすごかったけど、水出てるなっていう感じゼロやったじゃないですか。はいはい、なんで、今から水を出しているところを見学させていただけるということで。もっと詳細をね。詳細を。はい。はい、というわけで。こちらの方見学したいと思います。はい。はい、というわけで、ちょっと仕打ちをしていただけるということで、現場行きましたが、正直水流とか何も見えなかったじゃないですか。そうです、ね。噴射とか、それをちょっと見せてもらうと。はい。じゃあお願いします。お願いします。機械を動かしてもらうんですが、今回はハツったりとかはせずに、はい。まあ、どんな感じで、最弱の圧力で出してもらう。ああ、危ないんで、ね、危ないんで、まあ、10キロぐらいでやりたいと思います、はいはい、分かりました、お願いします。お願いします。我々のつまらん企画のせいでですね、非常に重装備で準備していただきました。それだけ危ないと、ね、危ないということですね。足もなんか防具とかつけてやってると。ここ安全なんですか？ちょっと ノズルの前の方に立ってもらっていいですか？いやいや、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあかけます。ありがとうございます。すごい。エンジンの音より水の音の方が大きい。音うるさいです。水の音じゃないですね。水の音がすごいですね。最弱で持つのも結構大変なんですか？下向きだったらいいんですけど、横向きだとやっぱり後ろに流れてしまうんで。なるほど。はい。映えのあれで横に向けてくれって言ったのが大変やったみたいです。なかなか大変、はい。何気なくここに置かれた。これはですね、以前まあ、テストでですね、お客さん仕様で、現場やる前にですね、どういう条件がいいかというので、まあ、水圧とかノズルの径とかですね、その辺でいろいろテストして現地に持ち込むというための、まあ、テストワークですね。なるほど。テストワーク。これ水で切った後ですね。あと、はい、今回の本題はですね、このマシーンが作られている現場をちょっと見学させていただこうと。あ、工場見学と。工場見学です。なるほど。はい、はい、というわけで、こいつの現場、製造現場をちょっと見学させていただきたいと思います。お願いします。はい、というわけで、はい、加工現場の方にお邪魔しております。なんか落ち着きますね。なんかやっと我々のテリトリーテリトリー、もう全然分野外のところにおるとこう子羊のような気持ちになるから、はい、すごい落ち着くところだと。そうそう、旋盤があったりとかね、はい、汎用旋盤、ゴリゴリ現役で使われているという感じの。これ何がすごいって、貼って、もう周りに全ての道具が揃ってる。
じゃあちょっと紹介していただきたいなと思います。で、ここになんか新しめな、かっこいいですね。これは何でしょうか。これはですね、基本的にエコマスターという高圧洗浄ですね。それの手で、基本的には現場は自動化装置を作ってやるんですけど、どうしても場所が狭いところとかですね、そういう時はどうしても手で持って、狭いところ角とかですね、打つ場合に手で持ってやるという、スピンガンですね。ノズルとしてこれの場合と6穴っていう、ああ6個、6個でこれが回転してやると。さっきのも6穴ですね、で2穴とか3穴とかですね、現場によっていろいろノズルを変えるということです。こういう細かいパーツをこの部品構造で作ってると、ビューセンターとして作っている。基本的にこういう持ってやるものですから、やはり重いですよね。ステンレスで、基本的に水ですから本当はステンレスがいいんですけど、こういうカバーとか持つとこはアルミですね。中の高圧のパイプはステンレス、一番力がかかるですね。で、こういうノズルの先端もステンレス、要は圧がかかるとこは全てステンレス。基本的にこれがアルミのフレームですね。こういうのは車内で作っています。これ豚骨くんが作るならいくらで見積もりますか。1個ですか。1個3万ぐらいですかね。1個3万円、4、3万だと、数があればいいですけど。そうですね。これがエアーモーターで、で回転してここのスピンっていう先端ですね、それを回転させる機構、ここがですね、こう回転させて発っていくという、回転させないとうまく発れないんですか。結局ですね、効率が悪いんですよ。こうまっすぐだけですと、当たるところと当たらないところが、そうですね、そうそう線になっちゃうんですね、それを回転することによってきれいに面として発るというものです。基本的にはほとんどの部品を自社でやられてるんですか。自社で、そうですね。アスファルトを剥がす装置ってもう割と普通に世の中で使われてる。使ってますね。で、ただ日進機構としてはその現場によってそれ効率のいい装置を作ってですね、現場をどれだけ早くやるとかコストを下げるとかですね、そういうのや。ポンコツ君はアスファルトが水圧で剥がされてるって知ってましたか。見たことないですね。なんかイメージガガガガってイメージ。そうですよね、なんかそんなイメージですね。なんかでかい重機で砕いてるってイメージですけど、今はこういう水圧系のツールでアスファルト剥がしてる。そうです。ですから昔はやっぱりブレーカーといって機械でドドドって発るのがメインだったんですけど、そうするとやっぱりホコリと騒音とブレーカーでやるといいとこまで振動で壊しちゃうというのを水でやることによって、ホコリは出ない。で、必要なとこだけをはつったり切ったりできるというんですね。で、プラス騒音とかでもやっぱりブレーカーに比べると低音と、というふうで今水で全体に見直されている。なんかすごいたくさん部品がありますけど。そうですね、これはですね、車両転移装置ですね、ATD、日進機構としては ATD ですね、車両転移装置の部品の一部なんです。今はディーラーさんの、ディスプレイの装置の一つの部品です。ですからこれまだ一部であって、まだすごくたくさんある。それがですね、エコマスター。ネオというやつのですね、メインフレームですね。一番本体の一番下ですね。で、これの上にサブフレームというものがあるんですけど、それが今現状ちょっと車内では今作ってないというか、今現状はないんですけど、ですからこのメインフレームの上にサブフレームを乗せて、その上にエンジンとポンプですね、これをカプリングでつなぐ。カプリングですね。カプリングって何ですか。カプリングってエンジンとポンプをつなぐ部品ですね。バンドかなんか。バンドみたいなものね。それをつないでエンジンの回転でポンプを動かすというもの。
エンジンも作られてるんですか？エンジンとね、高圧ポンプは市販のやつ。あ、市販のやつ。まあ、それだけはどうしてもね、うん、あの購入したものをあのうちで組み付けて。組み付けて。ですから、あのサブフレームとかあのボンネットとか、それのその他の機材ですね、うんうん、はあの車内で作ってます。じゃあここはですね、あのエコマスターの組み立て工場で、まあ、組み立てと調整とかあの試運転ですね、うん、する場所です。でこちらがですね、今まであの作ってたエコマスターマグナムというもので、で小型がっていうのがこちらのエコマスターネオというのが、だいぶ小型化されてますね。そうですね。ちょっと豚骨くん、腕広げてそこ立ってもらっていいですか。はい。この感じとこの小型化はすごくない？ちょっと足りそうな。足りそうなぐらい。だいぶコンパクトになったですね。重量がですね、だいたいこれ 3.2 トンぐらいなんかね、だいたい。3.2 トン。3.2 トン。で、これのネオが 2.8 トン。400キロぐらいの軽量化ですね。能力は一緒ですか？能力は一緒ですね。でこの場所で今は作業はしてないですけど、そうですね、加工場で作ったこのフレームが、そうですね、これをまあ組み付けして、まあ、これは一応完成ですね、うんうんうん、で、まあ、あとはまあ出荷待ちという状態です。なるほど。なんか僕勘違いしたんですけど、この装置を作って自社でこう、まあ、清掃だったりとか、はつったりとかのしてるのかなと思ったら、販売もされてるんですよね。販売、まあ、自社で、あのうち の, あの工事部という部署ですね、で一緒にあのトラックも乗せて現場やるという場合と、お客さんに販売して、お客さんがあの工事やるという場合でね、両方でやってます。まさに工作機械みたいな、そんな感覚ですよね。そうですね。ちょっと機械が空いてるので、中も見せていただきましょう。これがエンジンですか？そうですね、これあのトラックの、大型トラックのエンジンです、ね、大型トラックのエンジン積んでるんですか？え、な、何 cc？ 155馬力です。155馬力。で、あのこれがあのこうポンプですね、プランジャーポンプ。あ、これが3連のプランジャーポンプですね。3連、うん、これが3つ動くと3気筒ってことですか？あ、まあ、考えとしては3気筒ですね。ポンプとエンジンはまあ購入して組み込んで、まあ、先ほどの、 あのベースですね、フレームから組んでいくと。それ以外はほとんど自社でやられてるんですね。そうですね。ただここまで来るともう何の機械かわからんですね、我々は。全然わかんない。外観パッと見た感じ、なんか屋台みたいなね。そうですね。屋根があって。だいぶ SF の屋台よな。なんかアイスクリーム買うみたいな。海外でよくある。あ、なんかありそう、ありそう。ありそう。はい、というわけであの見学させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。日清機工さんでは、今回見学させてもらった、コンクリートに穴を開けるっていうのと、アスファルトを剥がしたりとかっていうのは聞いたんですけど、ね、他にどういった？他ですね、ダムの配管を。あ、ダムの、うん、で、それを洗浄するっていうか、はつるんですね。ダムの配管っていうのは、そもそも洗浄しないといけないんですか？やはりあの、もう何十年も経ってると、あのサビとか、いろんなものが付着されてるということで、あの配管、何百メートルとかあるんですけど、その辺はあの洗浄するということですね。ダムの配管の洗浄って知ってました？知らないですよね。そうですね。それ基本的にはやらないです、ね、あのそもそもアスファルトを剥がしてるのをこのウォータージェットでやってるってのも知らなかったですし、ダムの洗浄っていう、ダムの配管の洗浄、そうですね、まあ、よくよく考えたら配管もそれは詰まるやろっていう話なんですけど、そういうのも洗浄してると。洗浄します。まあ、交換するよりはコストが安いんですか？そうですね、もう砂の中もあの埋まってますから、で外ってその後にもう一回塗装するというところまでやりますね。なるほど。高圧洗浄というのが、あの阪神・淡路大震災ですね、橋脚が倒れたというのからだいぶ水を見直されて、あ、阪神・淡路大震災の後に、後ですね、まだ立ってるけどこいつ大丈夫かみたいなやつらがおる。そうです。その辺を全て見直しということですね。あ、なるほど。そこで、え、じゃあこのこいつがちょうどいいと。そういうことですね。音も静かで、狙ったところだけ外れて、ね、環境も綺麗で、はい、逆になんか弱点とかないんですか？弱点は水がいる。水がいる。水がいる。高速道路とか山とかですと、
やはりこれあの先ほどプランジャーポンプといって綺麗な水ではないとダメなんです。あ、その辺から適当に持ってきた水じゃダメなんですか。川の水でも一回トレイとかしたんですけど、はいはい、フィルターとか何個つけてもやはり綺麗な水っていうのはね難しいんです、ね。あ、なるほど。水道水ぐらいだと OK なんですか。ですよ、いいです、ね。あ、水道水ぐらいは OK。はい、川から水とか池から水を汲むのはダメ。そうですね。あ、なるほど。皆さん知ってましたか。なんか人知れず、ね、知らないよ、あのアスファルトは綺麗になったなぐらいしか思ってないけど、こういう開発が進んで、あの非常に楽にアスファルトが、楽にっていうか、あのそうですね、工事の音に悩まされることなくテレビを見ながらいつの間にかアスファルトが綺麗に張り替わってるっていうことですよね。そうです。なるほど。というわけで非常に勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで今回の動画以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。